お腹周りが気になるけど腹筋は苦手、腹筋やっても辛いだけ、そういった方にぴったりな内容になってます。腹筋やって辛いよっていう人は腹直筋を使っている傾向にあります。息が止まったりしてませんか？勢いよくやってませんか？実はお腹周りを引き締めるためには腹斜筋と腹横筋を使うことが大切なんです。1種目5回です。動画の一番最後にめちゃくちゃお腹周りに効くローリングデッドバッグ紹介してますんで、最後まで頑張りましょう。寝た状態で片足伸ばします。手で曲げてる足を横に押す感じで息を吐きましょう。5回ですスタート。1 2 3 4 5。 OK、 反対も一緒です。息止めちゃう人は息長く吐いてください。いきましょう。1 2 3 4 5。 OK、 足を組んだら足首と膝を持って体を起こしましょう。起きたら5秒間息吐きます。5回。1 2 3 4 5。 2 2 3 4 5。 3 2 3 4 5。 4 2 3 4 5。 5 2 3 4 5。 反対もいきましょう。1 2 3 4 5。 2 2 3 4 5。 3 2 3 4 5。 4 2 3 4 5。 5 2 3 4 5。 OK、 膝を曲げたままで左右に振りましょう。5回、息吐いて。1 2 3 4 5。 OK、 今度は肘をつきましょう。その状態で足は一緒、いきましょう。1、しっかりひねって。2 3 4 5。 OK、 このまま足を円を描く感じで動かしていきます。息吐きながら5回、同じ方向ばっかり。1 2 3 4 5。 反対回し。1
伸ばしたままで横に少し振りましょう。5回。デッドバグを紹介します。足は開いたままで回します。体は起こして頭で手を回します。こういう感じ、手も足もぐるぐる回します。最後30秒頑張っていきましょう。息止めないように、いきます。スタート。しっかり手足振って、分かんなくなってきた。うわー、腹筋が崩壊。もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画どっちか一本頑張ってみて。登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。